はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、これ近くで買ってきたこれイチゴです。こちらをですね、よーく見ていただくと、一つのイチゴにちっちゃくですね、これ種があるんですよ。で、この種をですね、取り出してこちらを土に植えます。で、それを育てていきたいと思います。で、イチゴが無事にできたらそれをですね、食べたいと思ってます。はい、まず、まあ準備したのがこの近くで買ってきたイチゴですね。これです。はい、で、こちらが包丁です。これやっぱ包丁を使うので、皆さん包丁の取り扱いには十分気をつけてくださいね。で、まな板です。で、次に、まあ種をやっぱり土に埋めないといけないので、こちら野菜の、まあ野菜専用の土っていうのがあったので、これ野菜の土を買ってきました。で、芽が出るまではですね、こういったちっちゃいやつ、これにですね、育てていきたいと思ってます。はい、で、種を取り出すときに使うビーカー、それとピンセットですね。これで一個一個ちょっと取っていきたいと思ってます。で、土植えたらやっぱりこっちですね、水を入れてこうやってプシュプシュプシュってするスプレーを今回は買ってきました。では早速こちらイチゴの種を取り出していきたいと思います。はい、じゃあ今からこのイチゴをですね、ちょっと取り出して、一粒一粒の種をですね、取っていきたいと思います。では、やっぱり包丁を使うからね、ちょっと慎重に、これ今の手元の動画をですね、ここ撮ってますんで、これでも半分に切る必要ないな、思ったけど包丁いらないじゃん。よし、じゃあ行きましょう。これですね。まあ本当だったらね、いちごの種を買えば早いんでしょうけど、芽が出たやつをね、買えば早いんでしょうけど、やっぱり塾の実験ということで、スーパーで買ってきたイチゴからね、育てるとありがたみもわかるかなと、本当にできるんだなというのがね、わかると思いますよ。ちょっとやり方違うかな、なんか違うような気がする。皮だけをこう、そぐか。ねえ。ごめん。こうしますか。あ、これいいかも。こうして。こうして。お、なるほど、なるほど。お、いいね、いいね。で、ここから一つ一つ取っていきますか。大丈夫かな？ OK。 うわー、お、こっちの方がやりやすいね。いいぞ、よしよし。OK。 はい、7粒取れましたね。ここに7粒あります。このピンセットでこういうふうに一つ一つ種が潰れないように取って、ここに種が潰れないように一つ取って、こう、はい、できました。じゃあ
これを次に種が7つ取れたのでこれですね、こちらじゃん、こちらのこれなんていうのかな、フレステラ90型、これでね、最後まで成長はするんではなくて種が発芽するとかまでこのね、ちっちゃいやつで育てていきたいと思います。だからこれ一つに、7粒ぐらい入れてもいいんじゃないでしょうかね。ね、では次にこれですね、この中に土を入れてさっき取った種をですね植えていきたいと思います。いきますよ。さあ、いちごができるかな、楽しみですよね。できたらもちろん動画でねやっていきたいと思いますけどね。お、すげえ匂いだ。わお、マジか。え、これなんか間違えてる？こんなに出てくるもの？あ、ネットがいるんだ。まあいっか。結構出てきますね。失敗ですかね。よし。で、さっきの種をここに入れます。くっついたりするんですよ。ちゃんと言ったかな。もう一粒いっとこうか。直接こう言ってる。え、手にめっちゃついてる。え、こんなんで育つのかな。自信なくなってきたのでやっぱり大量に入れたいと思います。抜く必要であるかな。ちょっと作業が雑になってきましたが、これごといきましょう。 OK、 ちょっと肉片を入れました。もうね、よし。で、上からささっと、あまり入れちゃうと混ぜないから、こんなもんでいいでしょうかね。はい、できました。これをちょっと同じものをねもう一つ作ってみたいと思います。なんか横から出てくるのがすごく気になるんですけど、はい、ってことで今日はここまでです。で、またね、ここから芽が出るとそれを動画にして皆さんに見ていただこうと思ってます。美味しいイチゴができるように頑張りたいと思います。では、じゃあねー。